はい、どうもまこです。今日は東京都品川区にやってきています。今日はラーメン二郎品川店さん、だいたい駅から10分ぐらいですけど、そこに、開店時間に合わせて今伺おうと思っていますが、今日はただ食べるだけではなくてですね、ラーメン二郎というとなんかこういう風に注文しないと怒られるとか注文取らないとかいろんなことが言われているので、その辺を本当にそうなのかとか含めてですね、実証もしていきたいと、要するに実食&実証していきたいと思っています。では早速行ってみましょう。じゃん、ラーメン二郎品川店、さすがですね、開店前から並んでます。早速並びましょう。は麺を茹でて提供する直前にこれを聞かれます。で、野菜、ニンニク、味の濃さ、そして油、背脂の量を多くしたいときは多くしてほしいもの、野菜とかニンニクとかっていうとそれが多くしてもらえます。で、少なくしたい方はもう先に言ってください。多くするときはもう聞かれたときで大丈夫です。で、この野菜ニンニクとか野菜ニンニクマシンで言うと多くなります。そしてそれをかけるにさらに多くした時は野菜マシマシとかニンニクマシマシ辛めとかいうふうにどんどんこう細かく注文していきます。そして全部野菜ニンニク味と油全部濃くしたい多くしたい時は全マシ、全部さらに強くしたい時は全マシマシというふうに言うと、もう最強にもなれたのが出てきます。ここは皆さん先に食券を買ってから外に並びます。あ、全マシマシでお願いします。あ、全部はい、お願いします。全部普通でいいです。今日は全マシマシ。豚に染みた味で野菜進む。この辺のスープが染みたところ。結構食べ過ぎてようやく麺が出てきます。ちょっと
麺をほっとくとかなり膨らんでくるんで、一回野菜と麺をひっくり返します。サメの油からの巻き巻きで、取ってあるからね、こっから行きますよ。やっとスープ完成です。また野菜上がってきました。天地返しで逆にしていた野菜がまた上に来ました。全マシマシということで行ってまいりました。もうね、開店前から着いたんですけども、もうすでに列ができていて、まあ1周目でカウンター何度か座れましたけども、もう座ったそばからもう並び、外に表に並び始めていて、で食べてる途中、食べ終わったの今もずっとね、さっきより列増えてますからね。まあすごい人気だなという感じです。で今日はちょっとまだラーメン二郎行ったことないよとか、ちょっと興味あるけど少し難しそうだなっていう方ね、話よく聞くんですよね。というのは、独特のルールがあるというふうな話あるんですけども、さっきね、今日はラーメン全マシマシと僕コールしたんですけども、これ何かというと、ここのラーメン二郎さんはトッピングをの量を選ぶときにちょっと独特の方法がありまして、ラーメンがもう麺が茹で上がって提供する直前にお店の方がニンニクどうしますかとか、どうしますかとかね、なんか声かけてくれるんですよね。でその時にうんってならずに、ここは4種類とさっき言いましたけども、野菜の量とニンニクの量、そして、味の濃さのこと、ここは辛めと言いますけども、辛めかどうかね、味の濃さ、そして、油というのは、野菜の上に盛られている背脂のことですね。この4つの量をその時に聞かれた時に答えるようなルールになってます。うん、で、これ慣れないとね、お店入った時に他のお客さんがなんかニンニク辛めとか、野菜増し増しニンニクなんとかとかね、ポン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 言ってくるんで、ちょっとテンパるかもしれないですね。でそれがね、少し難しいと思われちゃってるところが少し残念だと思うので、これは、要は増やしたいもの、野菜増やしたければ野菜、増やしたいものを伝えれば大丈夫、それだけです。でその時に増やし方が2段階あって、普通にニンニクとかニンニク増しっていうと、まあ普通にニンニクが多くなると、
で今度ニンニクをかけるにさらに増やしたいときはニンニク増し増しとか、まあ、野菜増し増しとかいうふうに言ったりして調節します。そしてこれさっき4種類って言いましたけど、4種類全部増やしたいときは全増しで、4種類全部をかけるにもっともっと増やしたいときは全増し増しという、でもね、ルールってこれだけです。これしかないです。で逆に量を減らしたいときはあらかじめお声掛けくださいということなんで、まあ、例えば麺ねちょっとね多くて私食べれるかなとか、ちょっと俺一杯食べてきたけどなんかもうちょっと食べたいんだよ、でラーメン二郎がっていうときはね、麺少なめでとかっていうのはもう逆に聞かれる前にもう着席して食券を置いたときに言ってくださいっていう感じですかね。はい。それでこっちのお店の方も言ってたんですけど、要はうまく答えられる必要は全くないというふうにねお店の方も言ってくれてましたんで、なんかすごく厳しいんじゃないかみたいなのあるんですけど、ないですないです。むしろそういうことを言ってる方いるかもしれないですけど、自分が思うには食べたいなと思う人があんまりこう余計なこと考えないで言ってくれたら、それが一番いいんじゃないかなと思ってるので、なので分かんなくても日本語通じるから話せば伝わるのでね。で、逆にちょっとこれこぼれ話なんですけど、まあ、あまりにもマニアックな方で通なんだろうけど、いきなり初めて来た店でチョモランマとか、要するにもうメガ盛りみたいなことそういうのがあると、確かにあるんだそうですけども、自分も初めて聞いたよって店員さんいましたんで、要はあんまりマニアックになるよりは普通に食べたいものを言うだけです。ちょっとここだけで話長くなりましたけど、こう注文の仕方ね、こんな風にして頼んでみてください。そして、味の方なんですけど、ここのねスープはね優しいスープ、うん、だから一瞬飲んでね、ほんと飲み口当たりめちゃくちゃ良くて、甘みとか旨味がたっぷり出てるんですよね。だけど最後まで飽きないのは、なんだろうな、この丼自体にいろんな変化がついてるんですよね。その1個はまずね豚、ここはすごいですよ。油がもうねの部分が削られてる豚なんですけど、だいたい厚み 1.5 から2センチぐらいですかね。で、キュッと煮しまってるんだけど、味がめちゃくちゃ強く入ってます。だからこれがね、薄いスープだけだと多分ご飯飽きるかなってところにねアクセントになってくるから、この豚をいつ口に放り込むかは超重要ポイントですね。自分はご飯とか麺はバクバクいっちゃうんで、もうペース配分関係なくいっちゃうんですけど、この豚に関してはすごくねタイミング見計らいます。うん。そしてね、野菜全増し増しっていうのは、初めねスープ作りたいんですけど、どうしても電源が入る隙間がないからもうこぼしちゃうんですよね。なのでまずは一番上に乗ってる背脂と野菜でちょっとしばらく食べて、これもね味が染みた背脂と野菜美味しいです。でちょっと食べ進むと今度はスープに少し使った野菜の部分が出てくるんで、これがねさっきのシャキシャキと違って少ししなっとし始めてるから、これがまた味変でうまいです。そしてもうちょっといくと、ようやくレンゲをスープに差し込んでも野菜がこぼれないぐらいになってきたら、ここで初めてスープいきます。うまい、さっき言ったねスープの味。そして来ました麺です。これ麺がねもう本当にいわゆる小麦感とか言いますけど、もう噛み応え、スープの吸い具合、うまい麺なんですよね。本当にうまい麺なんですよね。もうなんかね、麺単品でうまいというよりはもうスープと麺が合わさって、しかも野菜とか油とかの背脂ねとかのうまみも吸って、なんか完成してますよね、うん、それでね、今日は本当に野菜増し増しで野菜を食べてる時間が長くなっちゃうんで、そのこうしてるうちに麺が伸びてね、すっごい量になっちゃう。これはさすがにちょっとしんどいって時は、上が野菜下が麺をちょっとひっくり返して、まあ麺を持ち上げて野菜を下に潜り込ませて、これ天地返しというんだそうですけど、これをすると麺が爆発的に増殖するのを防げるので、最後まで、適度な量で美味しく食べれる一個のコツですね。こんなのも試しながら今日は一杯完食完飲しましたけども、本当にボリュームと食べやすさとうまさ全部が揃ってる一杯という感じでした。そしてちょっとね今日コメント長くなってますけども、さっきのあんまり難しく考えずに興味あるときにぜひ行ってみてください。美味しいお店です。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。